俺はリューマに会った嘘をつくな。リューマに会っただと？そのようなざれ言を信じられると思うか。それにも一瞬のうちに切り伏せたという大剣豪、貴様に名刀秋水の価値などわからぬ。秋水は我の国の宝、リューマのものだ。その黄金を欲する世界の海賊たち、黄金の国和の国を支配せんとする貴族たち、その男こそリューマなのだ。リューマは多くの剣豪伝説を残した。その一つが都の空に現れた竜を切り捨てたというもの。リューマは死後、この国の当人様として名刀秋水と共にお堂に祀られていた。秋水は国の宝なのだ。